はい、こんにちは。レク専任講師の矢島です。今回ですね、予備試験の論文試験のちょうど発表があってね、で、残念ながらね、また来年の試験目指される方なんかもね、結構いるんじゃないかと思いまして、で、どういう勉強をねしたらいいのかっていうのが結構こう、よく分かんないっていうね方もいるんじゃないかと思いまして、でそこで、今回ちょっと私の講座の案内になるんですけれども、こういう講座をこう利用してね、行くと、こう試験対策がちゃんとできるんだっていうね、ちょっとお話になりますので、ご興味のある方はね、お付き合いいただければというふうに思います。でまずですね、論文試験今回こうねダメで、でまた今度目指すってことになったら、論文のこう書き方っていうのを学ぶのが一番早いわけなんですけども、でそれについてね、ちょうどいい講座を今進行中でやってまして、でこちら後で私の講座の一覧をね、レジュメで見られるようにウェブアップしてきますけれども、ちょうど私の講座ね、いくつかあるんですけど、その中でも特に論文にこう特化したものといたしましては、2のね、矢島の論文完成講座っていうのがあります。でこれ10月から憲法から始まってね、で今民法で進んで、で必修7科目これからこうやっていくような感じで、途中なんですけど、通信クラスでもそのね、受講することが可能なんで、いつからでもこうね、参加していただくことは可能になってます。で、論文完成講座の方ではこう何をやるのかっていうと、基本的に司法試験とか予備試験の過去問を使ってですね、でそれでこう問われてることをね、ちゃんとこう問題文をしっかりこう読んで、理解をして、で試験構成員がどういうことを求めてるのかってことも、さらにこう把握しながらね、どう書いていくとすごいいい答案がね、こう書けるのか、いい評価を受けるにはどういう書き方をすればいいのかってことをね、専門的に学ぶような講座になってますね。で、当然のことながらですね、その論文を書くにあたっては、こうなんか人の回答例とか、あるいは皆さん自身が過去に書いたその回答例をね、なんか線引いて、なぞるようなこうね、丸暗記してこうなぞるようなのを勉強していても、やっぱ初めて見る問題にはなかなかこう対応できないので、まずこういった問題を解くのにね、どういうその基本知識が必要なのかってことで、その基本知識の部分のところも確認することがありますね。でその基本知識と、あと問題文の書き方ですね、こういうふうに設問がこうね、形式ができてるから、じゃあこういうことをこういう順番で書けばいいのかってことで、そういうのをこう理解していくとですね、今度皆さんが受けるね、本番の試験で受ける初めて見る問題でも、そういう訓練をしてない人と比べてですけど、いい答案がこう書けるわけですよね。で結局論文試験、担当試験も もちろんなんですけど、試験っていうのはやっぱり相対評価なんで、他の受験生と比べて、要はどうなのかっていうところが、すごく大事で、で論文試験なんかも例えば完璧を目指そうとすると、結構大変なんですよね。だけど、実際にこう法務省の方でね、論文試験の合格点なんかをこう発表してくれてますけど、例えば予備試験の論文試験だったら、満点を基準に半分ぐらいの点数をね、なんとかこう取ってもらえれば、なんとか合格できるって話なんですよね。なので、そういうふうに、こうね、なんとか合格する答案を作るには、じゃあどうしたらいいのかってことで、そういうところも含めてね、お話をしていきますので、なんかね、論文のところで、どういう勉強したらいいのかってところでちょっと行き詰まっちゃってるような方は、矢島の論文完成講座をね、受講、することによって、どういう知識がまず今要求されてるのか、そしてその知識をね、問題文がどうなってるから、それをどういうふうにこう生かしていかなければいけないのかってところも含めて、理解をすることができるんで、何も訓練していない人と比べると圧倒的に時期のね、試験が有利になるって話なんですよね。あと予備試験の受験生に対してですね、私は司法試験の過去問をやることもお勧めしてるんですよ。司法試験 の論文試験というのは予備試験のものと比べると、試験時間長いので、当然問題文も長いんですけど、だけど、結構ほとんどの科目が、多くの科目が、一つ一つのこう、設問分断されててね、要は複数の設問から構成されていて、でこう一つ一つの設問にしてこう見たときにですね、予備試験の設問1個とそんなにこう変わらないことが多いんですよね。ですので、司法試験の論文のこう検討することが、同時に予備試験の、実はその過去問検討するのと同じような効果が得られるということと、あと一番やっぱりこう大きなメリット、司法試験の論文過去問をやることによる一番大きなメリットっていうのは、司法試験の方はですね、試験構成員がその出題の質とか、あと予備試験の方にはない採点実感という形で、将来の受験生に向けたメッセージというコンセプトで、採点実感というのをこう出してくれてて、でどういう答案がいいのか悪いのかというところが分かるようなことをこう書いてくれてるんですよね。で、その、試験構成員って結構司法試験と予備試験の試験構成員、同じ科目だったら同じ先生がこう、兼任
していることが多いんですけど、まあ、司法試験の、まあ、採点実感をしっかり分析することによってね、あ、この科目の試験構成というのはこういうことを受験生に求めているんだなってことがよく理解できるので、まあ、そういうことを全く理解していないで予備試験の論文試験を受けた人と、まあ、理解して予備試験の論文試験を受けた人とでは当然こう差が出てくるわけなんですよね。だからまあそういう点でやっぱりその試験というのは相対的なものだから、まあ、効率よくやっぱりこう受験対策をまあしてね、行くっていうのがまあ一番いいんじゃないかと思うんですけど、そういう効率のいい受験対策をしたかったらですね、まあ、矢島の論文完成講座というのをお勧めしてますね。あとはまあ結局ね、その体系的なインプットの方にちょっとこう心配があるなっていう方ね、論文試験の結局なかなか出来が良くなかったっていうのは、まあ、いろんな原因があると思うんですけど、まあ、でも多くの場合は例えばなんか担当試験は心配ないんだけどね、ちょっとこう論文用の知識になっちゃうと理解が浅くて、いざこう答案書こうとした時になかなかできないっていう時はね、まあ、短い時間で知識を、ね、入れ直すことをお勧めしてるんですよね。でそういうことができるのが、1のね、私の講座はちょっと複数あるんですけど、そのうちの1の矢島の促進インプット講座っていうのがありまして、これはそのまあ論文試験と、まあ、担当試験にとっても大事な知識もまあ一緒にやるんですけど、論文試験と担当試験に共通するようなね、まあ、そういう大事な知識を一気に短い時間で効率よくこう復習することができますからね、まあ、そこで、まあ知識のこう穴をこうなくすことによって、で時期のまあ試験ね、まあ、担当試験にもまあもちろん役に立つんですけど、まあ、論文試験のまあ段階でね、まあ、大概のことはちゃんとこう事前に理解できているような状況になりますんでね、まあ、そういう点でそういう対策をしてない人と比べたら、まあ、ちょっといい点数がこう取りやすくなってくると思うんですよね。で試験ってやっぱ相対的なものだから、まあ、そういう対策をまあしてない人と比べて対策をした人の方が有利になりますんで、まあ、そういう点で合格しやすくなるんじゃないかというふうに思うんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、まず論文をしっかり勉強するんだったら矢島の論文完成講座、そしてこれを機にね、短い時間で効率よくちょっとこうね、論文と担当に共通するような知識を、まあ、一気にこう復習をしたい、あるいはまあこれから身につけたいっていう人はね、まあ、矢島の促進インプット講座っていう形で、まあ、この2つの講座がまあ今核になるんですけど、その辺のところをこうお勧めしてますね。あとちょうど試験のね時期が、まあ、今度令和5年の試験は、まあ、令和4年なんかはね5月に担当、7月に論文で、今度ね1月になってから口述試験なんてのがありましたけど、まあ、大体2ヶ月ぐらいずつこう、まあ、ずれていきましてね、で令和5年のまあ予備試験は今度は7月から担当試験が、まあ、司法試験の時とも同じになりますけど、まあ、7月からこう試験が開始になるんで、まあ、そういう点で令和5年の試験対策するにあたってはちょっと例年よりね少し2ヶ月ぐらいちょっと余裕があるんですよね。だからまあそういう点では、まあ、論文だけじゃなくてね、インプットのところもちょっとこう一気にこう体系的に勉強して、でやっぱその合否をね運に左右されないようにするっていうかね、どうしてもこう知識に穴があるとね、まあ、知ってるところがまあ出ればいいんだけど、知らないところが出た時に、まあ、結局ねうまく答案が書けないような感じになっちゃうと、まあ、合否が随分運に左右されてしまうんじゃないかと思うんですけど、年に1回しかない試験でね、その運にまあ合否が左右されるような幅が、まあ、あまりにもこうあるという、そのね運に左右されてしまう領域があまりにもたくさんあるっていうんであれば、ちょっともったいないんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういうことで、ね、合否が運に左右されるその領域をなるべくまあ、狭めてですね、で合格を確実にするっていうまあ観点からしたらね、まあ、矢島の促進プロ講座と、まあ、矢島の論文完成講座、まあ、そこのところを両方受講すればね、まあ、間違いなくね、きちんとまあついてくるのはもちろん大変なんですけど、まあ、気合い入れてちゃんとついてきてもらえればね、十分合格できるチャンスはあると思いますね。あと予備試験に向けてね、他にもまあいろんな講座あるんですけれども、まあ、とりあえず今の段階だったら、まあ、矢島の促進プロ講座と矢島の論文完成講座しっかりやるってことはお勧めしてますね。あとはその他いろいろ全般的に予備試験のなんか、対策が心配だっていうんであれば、まあ、一応予備試験パックってことで、私の方が予備試験の合格に必要なことを一応全部やってる講座ね、をそのまとめたパックがありますので、まあ、そちらの方の受講の方もね考えていただければというふうに思いますね。というわけで、まあ、大体こんな感じになるんですけども、まあ、とにかくこうなんか勉強の方法っていうのをねこうまあ考えてても、実際に勉強しないと先に進めませんのでね。だからまあ多分いろんな方法っていうのが多分あると思うんですよ。まあ、合格者の話を聞いてもね、多分いろんな方法で受かってますから、唯一絶対の多分勉強方法ってのはまあないんでしょうね、おそらくね、どの世界でもどんな試験でもね、だけど、まあ、その方法をいつまで考えててもね、学力全然身につきませんから、まあ、とにかくもうやることを決めて、で、まあ、もう一日でも早くね、その中身ですね、勉強の中身の方に入っていって、まあ、理解することを理解して、で覚えることを覚えて、そしてその答案を書くっていうね、まあ、当たり前のことの繰り返しをまあしていけばいいわけなんですけども、まあ、そういう感じで早くね、勉強対策の受験対策の方をね進めていっていただければというふうには思いますね。まあ、何かいろいろこう分かんないことがあったら、ぜひレックの方をね問い合わせいただいたりとか、まあ適宜ねこうまあインターネットで情報を収集するなどしてね、まあまあなるべく早くやることを決めて、で勉強の方にね邁進していっていただければというふうに思いますね。まあ、そんな感じで、じゃあ今回の話は終わりにします。どうもご清聴ありがとうございました。